宮城県大崎市鳴子温泉郷にある岩見の宿の枕。一部屋限定、客室露天風呂付きの別棟離れの紹介です。バリアフリー設計のお部屋ですので、車椅子での移動も可能です。場所は鳴子の川谷温泉。JR 川谷温泉駅より車で5分です。客室露天風呂は今や珍しくありませんが、100% 完全源泉かけ流しは圧倒的に少なく、加水しているか顔、もしくは両方、最悪循環している宿が多いのが現状です。しかもこの露天風呂デッキは大型、湯船だけでも個室風呂の2倍近い大きさです。令和5年3月にリニューアルされ、このお風呂も特別感があります。本館廊下から扉を開ければ、そこはプライベート空間。一軒家の感覚で利用できます。和室は10畳あります。こちらはリビングルーム、ソファーのお部屋です。離れの寝室にはシングルベッドが2台あります。コーヒーメーカーがあり、Wi-Fi も使えます。こちらは広さ1坪のボッシュレットトイレです。専用露天風呂はお客が温度調整可能。熱いのが良ければ開け、ぬるいのが良ければ沈みます。泉質は含有ナトリウム炭酸水素硫酸塩泉。木の香りと洋臭が最高です。うちには片方が塗るで防護浴が最高です。日帰り入浴もやっており、タオルか入浴後ドリンク付きで大人1000円です。この宿の自家源泉、含有ナトリウム、炭酸水素塩、硫酸塩泉は素晴らしい温泉成分がたくさん含まれています。硫黄泉は殺菌効果が高いため皮膚病に効きます。また、ナトリウムが入っていることで、湯冷めしにくく、傷に効きます。炭酸水素塩泉は石鹸のような働きがあり、肌の不要な角質を取ったり、毛穴の汚れを取ったりする効果があります。硫酸塩泉は動脈硬化症や、血圧の硬化作用があり、切り傷、やけどにも効きます。夕食の時間だよ。美味しそう。桃と梅のお酒、ホヤの醤油煮、ゴム豆腐、わらびの煮物、刺身盛り合わせ。イワナの塩焼き。キノコとイノシシの鍋、茶碗蒸し。ハラコ釜飯。自家製プリン。深夜の離れ露天風呂で出来、身も心も解き放たれるような開放感に癒されます。気持ちいい、最高。天気サウナが朝6時より宿泊者限定で利用できます。水着着用が必須。宿で貸してくれます。定員6名となっています。水着着用での利用、各時間ごとに入れ替え制となっています。早朝の夜明けのブルーが綺麗です。サウナに入り、水風呂でシャキッとし、外気浴で整います。自律神経が活性化し、気持ちよくなります。朝食の時間だよ。美味しそう。湯豆腐、鮭、生卵、正しい日本の朝食です。